トップクリエイターたちの奇跡の共演、ショートピースプロジェクトクライマックスへ。火の用心、大友克洋、小原秀和、つくも、森田修平、岸圭介、ガンボ、安藤博明、石井勝人、貞本義行、武器をさらば、加藤木はじめ、大友克洋、田中達之、そして5番目の作品がゲームで登場する。グラスホッパーマニファクチャー須田剛一、クリスピーズ片岡洋平、トップクリエイターによるコラボレーションが実現。月決めランコの一番長い日、月決め駐車場を牛耳る地下財閥、月決めエンタープライズの一人娘ランコ。彼女は昼は普通の女子高生、夜は与えられた標的を暗殺するヒットマン。ランコと親友の萌子、そしてキララ、彼女たちに敵対組織の魔の手が忍び寄る。ハイスピードエフェクトアクション、次々と敵をなぎ倒しフィールドを進め、目まぐるしく展開する斬新なエフェクト。背後から忍び寄る魔の手から逃れゴールを目指せ。現代日本をイメージした個性豊かなステージ、そして迫り来る巨大な敵。アニメパートは神風動画が担当、多彩な演出がストーリーを彩る。現代日本を象徴するさまざまな要素をミクスチャー、トップクリエイターが現代日本を切る。劇場映画「ショートピース」とプレイステーション3専用ゲーム、2つを1枚のディスクに収録。ショートピース、月決めランコの一番長い日、2014年1月16日発売予定。ショートピースプロジェクト情報、バンダイビジュアルよりショートピースブルーレイ &DVD も同時発売、そしてコミックス「武器よさらば」も。詳しい情報は公式サイトへ。